はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、遊戯王マスターデュエル速報のお時間でございまして、ラグセンシーズン5が始まりましたということで、5月の1日から6月1日まで、あるんですけれども、変更点が1点ありまして、あのね、ダイヤモンドランクというね、プラチナランクの上のランク、これがね追加になってるんですよ。でダイヤモンドティア1から5までが追加されましたと。まあ要は今までのプラチナの上のランクが5個追加されてますよっていうことですね。最高ランクがダイヤモンドティア1となり、ダイヤモンドティア1昇格後は同シーズンのランク戦期間中で降格しなくなります。ただしプラチナティア1は最高ランクではなくなるため、ランク戦期間中で降格するようになりますということで、要するにダイヤモンド行かないと降格するぜっていう、プラチナでもそういうことですね。まあ、今まではね、あのプラチナ1行ったら安心してね、デュエルをできたと思うんですけども、これがティア1はダイヤモンドまで行かないと、まあ、降格しますよということですね。これはまあ基本的にそのメリットの方が大きいかなと思ってて、あの要はもらえるジェムがね増えるわけですよ。またこれ報酬一覧見ていただければ分かる通り、プラチナ以上のこのダイヤモンドでも54321でジェムがもらえるんで、だいぶまたもらえるジェムが増えると、まあ、要するに運営がジェムばらまいてくれますよっていうことですよね。プラスしてやることが増えたので、その今まではね、あの散々パラツイッターとかでも言われてる通り、なんかそのやることがねえと、マスターデュエルプラチナ1まで行っちゃうとやることがねえというね、あの話があったんですけれども、まあ、一応ダイヤモンドが54321できることによって、まあもうちょっと長くねこのマスターデュエルを遊べるよということになりました。まあ、これに関してはね、あの個人的にはいいことだと思います。はい、でちょっとね一個ね、今日はね別の話をしたくて、あのサイレント修正入ってる部分がなんかある気がするんですよ。あのランク戦で、これあの直近のランク戦の対戦履歴なんですけども、あの見てください。今あの5月の1日現在、ちょっとあのランク戦潜ってみたんですよね。あのクソ歴マシだから、まあ死ぬほど負けてるんですけど死ぬほど負けてるんですけど、あのこのゴールドランク5としか当たってない状況わかります？皆さん今あの1日でゴールドランク5なんですけど、僕今この5としか当たってないっていうことがね、結構ねもう最近何しメンテ入ってからずっとだったんですよね。同じランクの対戦相手としか当たんなくなるっていう、これ特にお知らせとかあのなかったと思うんですけど、これメンテ前まではプラチナランクにいたとしたら、プラチナランク1のやつとも当たるし、プラチナランク5のやつとも当たるし、まあその5から1年 の中で、まあ、いろんな人と当たるっていう感じだったんですよ。これがプラチナランク5だったら5としか当たんないし、1だったら1度しか当たんないっていう仕様になってるんですよね。まあ個人的にはメリットの方がこれは大きいかなと思っていて、まあ要するにですね、その、まあ、ランク帯が同じっていうことは、多分その使ってるデッキのパワーが同じっていうことだと思うんですよ。例えばですよ、あのプラチナ1プラチナ2ぐらいは、まあ、環境デッキのなんだろう、スクツですよね。まあもちろん勝つことを目的にランク戦を楽しんでいらっしゃる方が多いと思うので、まあ要はあのいわゆる、まあ、ティア表に載っているような環境デッキと言われているそのデッキが、まあ、ひしめき合っている環境であると、まあ、要は環境デッキ同士の対決が、まあ、楽しめるということですね。で逆にこれつい昨日ね、あのプラチナ5であの対戦していた時はね、あのね魔境でした。環境がなんかプラチナ5のやつってもう何でもありじゃんもうプラチナ1行く気もそんなないし、なんかその自分の好きなデッキを回したいっていう人が多いと思うので、この魔境なんですよ。なんか意味わからんデッキめっちゃ多い。あの例えばまあ普通に DD ダイナミットボットとかもめっちゃいるし、ボットとか、あとそれからなんかその留意層ワンキルみたいなのとか、あと意味わからんなんか謎バニラビートみたいなとか、あとなんか僕が考えた最強デッキみたいな感じで、あの、ハイランダー構築のなんか青岩デッキとか、なんかねようわからんそのデッキがめちゃくちゃ多いんですよ、プラチナ5ぐらいだと。だからそのなんか意味不明な環境で対戦したい方は、まあ、プラ5、プラ4くらいで、あの勝ちたい方、勝ちを目的にしてそのデュエルを楽しみたい方は、まあ、プラ2、プラ1とかぐらいのところまで行ってくれみたいなメッセージがこれにはコナミからその込められてる気がするんですよね。ってことはですよ、逆に言うとなんかカジュアル対戦とか作る気ねえんじゃねえかなと思って、あの逆に言うとね、要はあの僕があのずっとあの前々から言ってるね、そのランク戦以外にもそのなんかカジュアル的な対戦をしたい場合、そのフラット対戦できるカジュアル対戦機能みたいな、フリー対戦機能みたいなやつを作ってくれって言ってるんですけど、まあそれはもうランク帯で積み上げろみたいな、コナミからのメッセージをなんかちょっと暗に感じたんですよね。皆さんこれどう思いますか？なんか作ってくれない気がしてきて、これに関してはその
これあのカジュアル対戦がないとなると、まあ、そのランク帯で積み分けていかないといけないんですけど、自分の使いたいデッキのパワーっていうのを、そのなんかいちいちさ、その楽しみたいデッキをさ使うときにさ、まあ、プラゴまで落ちてから対戦するとかさ、めんどくさいじゃん。そのプラ1でその通用するわけないデッキを使いたいから、そのカジュアル対戦をしたわけであって、それをさいちいちさそのプラチナ5とかまで落としてさ、なんか対戦しないといけないのかなと思って、ちょっとめんどくせえなと思ったんですよね。まあちょっと脱線しちゃったんですけど、まあこのコナミさんに言いたいのは、ぜひですね、この同じランク帯と当たる仕様は別にあのいいと思うんですよ。そのこれとは別としてね、なんかそのカジュアル対戦機能みたいなのつけません？なんかもちろんプラチナ1行った人でも楽しむデッキを使いたいっていう需要はあると思うんですよ、僕。なんかそのエンジョイデッキみたいな、そんなにその環境デッキとは渡り合えないけど、まあ、個人的にはこのデッキ好きみたいなデッキって多分みんなあると思ってて、まあ、そういうデッキを回す場所をね、ぜひね、僕は用意してほしいなと思ってます。ルームってさ、まあ、ルーム戦あるからいいっていう意見もあるかもしれないけど、ルームって意思疎通測りにくいでしょ。マスターデュエルってどのくらいのデッキパワー持ってきてくださいとかお願いできないじゃん。なんかあのメッセージとかもちょっとしかないし、なんかコメントも全然設定できないし、ルームの名前もねあの変えられないぐらいだから、だからその辺はねもうちょっとね気使っていただけるとね、とても嬉しい。個人的にはぜひね、皆さんもちょっとどう思ったかね、あのコメント欄で教えていただければ。俺は個人的にあのその環境デッキを回したいときはプラチナ1行くで、環境外回したいときはプラチナ5に行くとかいうのがすげえめんどくさいと思った。はい、以上です。まあ、ダイヤモンドが登場したことはいいことだと思うんで、まあぜひね皆さんもダイヤモンド1目指して、マスターデュエル楽しんでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。